我が国の文化資源やアート作品は観光を通じた地域活性化などに貢献する資産であり、これらを将来にわたって継承活用するため世界に魅力を発信し新たな創造を持続的に支えることが重要です。おととい代表質問でこう答えた岸田総理大臣。政府がアート振興の推進を明言した形となりました。アーティストやマーケットの活性化に注力するということですが、そもそも日本はアート後進国、世界的に見ても市場規模は低い水準です。そんな中、世界で注目を集めているのがデジタルアート。デジタルデバイスを使ったアート作品なのですが、NFT 技術を掛け合わせることで唯一無二の証明ができるようになり、デジタルアートの価値が一気に高まりました。市場での売買も活性化し、億単位の高額で取引される作品も。またフランスはヨーロッパにおける NFT アートの中心地となりつつあり、アメリカシアトルでは先日 NFT 美術館がオープンするなど、世界ではかなり注目を集めています。コロナ禍で展覧会やイベントが中止となり売り上げが落ち込む中、日本のアートを育むにはデジタルが鍵になるのでしょうか。アート市場で世界に遅れを取る日本に必要なこととは。はい、ひろゆきさん、どう見てますか。何がアートとして売れるのかっていうのが分かってない人たちが、なんか綺麗事だけ言っててまた失敗するんだろうなと見てるんですけど。なるほど。例えばその、うん、アートとして、じゃあ村上隆さんという日本人のアーティストが作ったフィギュアが16億円でサザディーズかなんかで売られたんですよね、はい、でそれが全裸の男の子が、まあ、微妙なことやってるフィギュアなんですけど、うん、それ岸田首相本当にこれ日本中で作って売りたいんですかっていうのを僕聞きたいんですよね、うん、それできないでしょ、あなた方の腕力じゃっていう話なんですけど。なので多分そのなんか綺麗事の日本のなんか絵画と か、うん、なんか昔からの伝統芸能とか売れたらいいよねみたいな感じで言ってると思うんですけど、そういうのじゃないよ、儲かるアート市場はって話だと思うんですけど。アートジャーナリストで、そして美術手帳ウェブ版の編集長でいらっしゃいます橋爪雄介さんです。橋爪さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ニヤニヤされていましたが、いかがですか。すごい、さすがですね。おっしゃる通りだと思いました。そうですか。やっぱそのアートって一言で言っても、うん、もう中身って多分考えてるここにいるメンバーだけでも多分違うような気がしていて、はいはい、で特に岸田さんが言ってるアートと多分我々の世代のアートって全然多分違うと思うんですよ ね。だからおそらく岸田さんはその今ひろゆきさんが言ったような村上さん の、はい、あの微妙なことをしている作品のことを多分知らないんじゃないかなとか思ったりとか。そうですよね。そうなんです。だからどのアートのことを言ってんの、うん、っていうのは結構大事になってくると思います。おっしゃる通りだと思います、うん、日本って結構やっぱ美術館行く人めちゃくちゃ多いじゃないですか、はい、でコロナ前だったら大きい展覧会だったら例えば60万人とか70万人とか言ってたような国なんですよ、なのに市場で見るとこの数字っていうのが多分結構意外な方も多いんじゃないかなと。そうですね。だから売り買いの場合になると途端になんかこう冷めた感じになってしまっているこの感じは何なんだというのが、はい、あとその文化予算についてもそうですよね。韓国の10分の1しかない、うん、その全然多分 GDP 比で言うと、ね、日本の方が大きいのにもかかわらず、うん、ね、はい、ここまでなんか文化がまあないがしろにされてきたというか、うん、そのような状況はまあ変わっていってほしいなとは思っています、はい、でもこれ区分けの問題だと思うんですよね、うん、あのフランスの場合って18歳になると文化パスっていうのをみんなの、3万円ぐらいもらえて、その漫画でも映画でも音楽でも好きなの買っていいですよっていう時に、そのアートパスで一番売れたのって鬼滅の刃の漫画なんですよ、はい、なのでフランスでは鬼滅の刃はアートなんですよ。なので本来海外で売れてる漫画とかアニメはアート市場でカウントしてもいいはずなのに、日本は漫画とアニメはアートではないって切り捨てて、で2300億円ですって言ったらそれは少なくなるでしょって話なんで、その数字のマジックの問題じゃないかなと思う。なるほど。本当はそのアートって資産だから、資産としてもお金を持ち続けるよりも美術品を持った方がいいよねっていう状況を作れればそこにお金が流れ込まれるわけで、官邸の安定性とか、あとその持った時のまあそのまあ
まあ、損金だったり、うん、所得税と法人税の関係とか、まあ、そういうことを考えたときにお金が流れれば、それはもう勝手にその民間が発展し自主的に発展していくという枠組みになるわけですよね。だから、まあうん、だからそういうところが多分本当は話すことだと思う。すごい、あ、宇佐美さんがすごい象徴してると思ってて、うん、じゃあそのバンクシーって違法行為の落書きをしてるわけじゃないですか、うん、で村上隆さんもその性風俗で考えたらこれ子供に見せたら良くないよねっていうものを作ってるわけじゃないですか。なので法をある程度他の人がやらないこととか法を逸脱した行為だからこそ現代アートであるという部分があるので、うん、そう宇佐美さんのような人たちがやっぱり官僚としている以上はもう現代アートを日本で広げるのは無理ってことなんじゃないかなと思うんですけど、それはそのなんかまあそのなんていうんですかね、うん、無理なものもあればできるものもあるっていうことに過ぎなくて、だから別にそのバンクシーがなんか評価されるかどうかで僕はアートの意思は決まるとは思わないから、平木さんでもあれじゃないですか、結局あの岸田総理が言ってるのは難しく言ってますけど、あのアートにお金つけますよって言ってくれてるわけだから、それをどう使うかはずれないように橋下さんとかひろゆきさんが導けばいいんだと思いますよ。私はもうずれちゃってるんですよ、うん、だからキースヘリングも落書きから始まったわけじゃないですか、うん、だからその違法行為から始まるアートはいっぱいあるんですよ。でパルクールみたいなのも基本違法行為から始まって世界中でムーブメントになったりっていうのもあるので、うん、なのでどっかで既存のそのシステム社会体系とか法とかと逸脱した部分だから面白いよねって若い人たちが乗って、うん、それがアートという文化庁を説得するわけじゃない。公益性とあの資産に対する評価ってそれは別問題だから、うん、公益性で違反してるのは別にそれは行為で取り締まれるけど、それはそれとして、ね、資産として出来上がった資産がどういうふうに扱われるかはそれは税制の問題だから、はい、だから落書きしていいよって言ってるわけじゃないからね。で僕はね、宇佐美さんが別に真っ当なあのまともな回答をしてるんだと思うんですけど、うんうん、それにだからそれが一つのやっぱ日本の社会の壁のような気もして、橋爪さんにお聞きしたいのは、はい、そういうのがうまくいってるヨーロッパの先進国とかっていうのはその政治の仕組みとか じゃあどうなってるんですか。政治、まあでも最近だと結構、うん、あのうちでも記事にしたんですけど、やっぱ韓国の例が結構顕著だなと思っていて、うん、韓国とかってやっぱその軽減税率とかその税に対して優遇するっていうのをもう、うん、ま、明確にしてるわけですよね。でそれによって海外のギャラリーがどん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 進出していったり、で、まあ、フリーズっていう世界的なアートフェアが、うん、まあ、今年初めて韓国で行われたりとか、やっぱそれによってどん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 、まあ、世界市場の中でもこう頭角を表してきている、うん、じゃあ宇佐美さんがおっしゃった、うん、どこを注目するかとか確かに間違ってないわけなんですね、うん、でもそれを日本の今の官僚の人たちが曖昧なものを上手に運用できるような気がしないんですけど、うん、韓国はそういうなんか落書きなのか若干違法行為に近いようなものなのかも資産価値を認めるようなことっていうのをなんかどのような理屈でうまくできて、まあ、日本逆に言うと日本はその辺理屈っぽいから、はいはいはい、理屈の壁があるんだなっていう気はすごいしたけど、なんかあの韓国でネットゲームがすごい世界中で伸びた時期があって、うん、でそのネットゲームの投資に対してそれがなんかあの利益が出た時に相反できるとかで、あのめっちゃそっちで投資した方がいいじゃんっていうので幅広く投資されたんですよね。でうまくいくゲームがありましたみたいな、うん、なのでそのアートに関するものであれば税制も緩くしますよ、経費バンバン認めますよってやればいろんな人がやると思うんですけ ど日本ってじゃあこの人のアートとして認めよう、補助金を上げますみたいな、誰かが審査して、うん、そのなんかその人の価値観に合ったものだけ投資をするっていう構造でお金を使いがちなので、結局失敗するんじゃないかなと思って、アートの市場でどうしてもやっぱ価格が分からなかったり、ね、割とまあグレーな部分、まあ、見えづらい部分っていうのがあるので、はい、まあ、そこをいかに透明化していくか、まあ、なかなかその小慣習とかもあるので難しい面はあるとは思いますが、うん、おっしゃったようにその官邸の機構とかをちゃんとしていって、やっぱこれもまあさっきの税と同じで、まあ、制度の問題なので、はい、そこを整備していくことがまずは、まあ、そこベーシックなことがまだだからできていないっていうことなんじゃないかですか、ね、いやなんかその官邸ができるというその理解のところが僕すでに間違ってると思うんですよね。例えばじゃあその大した絵じゃなかったとしても、うん、そのアーティストが死んだらいきなり価値が上がるわけじゃないですか。要は作品を見て価値が分かるっていう時点で間違いなんですよ。社会がどう捉えるかで状況がどう変わるかで価格は上がるので、その作品それ自体を入れてこの中アートの値段はいくらだって言えるって思ってる時点で間違ってると思うんです。 NFT についても見ていきたいと思いますけどもね、75億円で落札ということで、まあ、今後デジタル時代の中で言えば、まあ、この NFT アートですよね、ここをどう評価するかなんですけど、はじめさんどう見てらっしゃるんですか。わかんないですね正直、本当に去年1年間 NFT の記事を何回書いたんだっていうぐらい NFT のことを書いてたんですけど、結局でも NFT アート NFT アートって言われても、やっぱ我々が今まで見てきた既存のアートとやっぱちょっと文脈が違っているアートも NFT アートの中にどんどん入ってきてるわけです。それこそ、まあこれまでのアートでは考えられないようなそのクリプトアート、あ、まあ、まあ、はい、
ピクセルアートとか、うん、そういったものも入ってきている中で、うん、どうなんでしょうね。橋本さんずっとやってこられて、まあ、簡単に言うとアートってインテリアであり投資でありですよね、はい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 、投資として持っておいた方が先行利益があるみたいな感じはないですか、これは。あ、でもなんかちょっと個人的には買ってみようかなっていう気もしています、うん、基本的にビットコインとかの仮想通貨と一緒で、うん、基本的には価値はほぼないんですけど、ただ価値があるんじゃねっていう風に買っていく人がいるっていうので、投機でお金が上がってって、うん、で最後ババ抜きで負けた人がめちゃめちゃ損をするっていうものなので、なので別に価格がつくこともそうだし、うん、でも何の価値もないのもそうだよねっていうので、こういうものですっていうのが言えないっていう、その八重さんのは正解じゃないかなと思って定着しないですか、こういうものが当たり前になるみたいな。いや、定着はすると思います、はい、要は当たり前のように存在するけど、うん、価値がないけどでもそれに価値があると思うっていう、例えばそのまんだらけみたいなので、うん、他の人は全然価値を感じないような昔のおもちゃとかがなんか10万円とかで売られてるじゃないですか、うん、それってもう他の人の家にあったらゴミとみなされるようなものでも高くなったりっていうのがあるので、はい、なので他人にとって何の価値もない人でもなんか NFT の市場でこうやって売られてるものですよという文脈で買うみたいなのもあるので、うん、なので残り続けるとは思うんですけど、ただ基本ババ抜きであるっていう構造は変わらないんじゃないかなと。逸脱したアーティストたちが NFT を使うことによってその経済を回せるとか、まあ、稼ぐこともできるっていう一つのツールにはなってはいるかなと、ひろゆきさんはアート買わないんですか、興味あります？日本がなんでその金持ちがアートを買わないかっていうと、実は日本の僕構造の土地の構造の問題があると思ってて、はい、地震があるんですよね、うん、じゃあ家に40億円の絵置いといて地震で破れた、じゃあいいじゃん、ね、NFT でいいじゃないですか絶対なくならないですよ。なのでブロックチェーンですよ。ヨーロッパとかってもう何百年も崩れてませんっていう倉庫とかがいくらでもあるの で、で湿度もそんなに高くないからそこに置いとけばいいよねってあるんですけど、うん、日本の場合湿度も高いから海外置いといたら腐るかもしれないし、地震もあるし火事もあるしっていうので、うん、めちゃめちゃ高いものを長期保存するっていうのコストが高すぎるんですよね。ほうほうほう、っていう日本の問題っていうのが大きいので、日本の金持ちがあんまりアートに投資しないっていうのがあるんじゃないかなと。パリにいるひろゆきさんいいじゃないですか。ひろゆきさんはいらない。いや僕だから陶器が苦手なんですよね。陶器じゃないでしょ、手数料ちょ充実のため自分が持ってればいいじゃないですか、手放すことを前提にしてるから。悲しみますよ、ね、あなたが持たないって何事ですか。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。